冬はこたつですね。うん、それ前言った俺。エスパルのキューちゃんです。お前またこんなんしよう。キューとタマちゃんです。ということで今日の企画はこんなくらいからまあ見当はつくよね。うん、一人かくれんぼあったじゃないですか。シアムクロがやった。ありましたよ。コメント欄に書かれました。おなじみの何々が映ってるとか。そんなバカなとは思ったけどな。うん、いや俺そっち系ほんまに信じひんねん。俺も信じてない。うん、じゃあ前回ほらなんか俺だけに聞こえるとかあったやん。うん、ああいうのって怖いねんけど、幽霊って見えへんし、うん、それ自体は怖くないねん。確かに雰囲気は怖かったよ、一人隠れもけど信じられんから怖くないっていうのもあんねんて。だからなんかそのなんていうのかな、そのなんかコメント欄見てもそんなバカなと思っとったけどね。まあいろいろ映ってるとか書かれながらも一つコメント来て、で俺は普通に家で携帯撮ってたら下袋から LINE 来て、なんか何分何秒ほんまに聞こえんねんけどみたいな。でその秒数何倍だったっけ。5分47秒前編の、うん、一人隠れんぼ前編の5分47秒のところに女の人の声が入ってると、うん、またまたと言いながら俺はイヤホンをさして聞きました。また、入ってました。入ってましたね。俺もないなと思って、うん、まあ近づけてこうやってピッて聞いたらなんとしっかり聞こえました。いやあれは入ってるな、うん、入ってるね。ほんまに何回も言うけどやらせ一回もしてません。うん、まあ問題の映像早速じゃあ僕たち聞いていきましょうか。うん、はい、コメントで書かれてたのが一人かくれんぼ前編の5分47秒に女の人の声が入ってると、うん、ってことで早速見ていきましょう。この後皆さんに見せますね。そう眠って前髪に、はい、今日の隠れる場所はもうあらかじめ決めてました。仏間の真裏です。こういう感じにね、なんかわっきのわっからへんです。ほら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 、なんやろ、なんやろな、赤ちゃんみたいな、なんかうん、そう、えって、うん、えってね、ヨナズゲンシロレモンのワンがみたいな声が入ってます。本当に入ってます、これ、うん、いや、マジでもう一回聞いてみる。新人けどな、もうこういうの、うん、こういう感じにね、なんかわっきのわっからへんです。いや、っていうか、いいんだよな。ほんまに入んねんの、これのって。でもドアの音じゃなくね。どこも触ってないやろ。触ってない、それも俺喋ってる時やから。あ、そうやな。俺が食えなんか絶対言われへん。俺も最初ドアの音やと思って、絶対ちゃうやんと思ったけど、うん、マジやったね。女性の笑い声が入ってません。ということで、ちょっと確認皆さんしてもらっていいですかね。イヤホン推奨します。はい、こちらです、どうぞ。こういう感じにね、なんかわっきのわっからへん部屋です。わっからへん部屋です。わっからへん部屋です。はい、こんな感じです。どうでしたか皆さん。どう思います、これ。ドアの音か女の人の声か、どっちと思います。これ以外も俺がこれ全部僕が編集したんですけど、うん、このボーって言うと、いや、あれはここは気にならんかって、うん、俺も全く知らんかったよ。でボーってすごいね。でもあれイヤホンでしか聞けんよ。うん、うん、イヤホンしてみんな聞いてみたら分かると思うんですけど、後編やね。うん、うん、あれは俺もリアルタイムで聞こえた。俺男の人の声みたいな感じで、あの編集してた時あっこだけ鳥肌立ちましたね。僕はこういうことしたらあかんねんな、ほんまに。でも幽霊信じんやろ。そうやね、僕もこういう現象が起こっても見てないから、うん、信じられへんねん、どうしても、うん、半分怖いけど半分怖くないっていう気持ちがおるから、うん、だからこういうあの冗談チックに面白い半分にできるんですけど、またそれがいけないんですよね、結局。まあ俺経験してんねんけどな、ゾッとする話です。説明したように言ってたね。よかったら見てください。これだけじゃね、僕たちも信じれないんで、うん、まあ、実際入ってたのは入ってたんですけど、次宇田先輩が乗られた現場でこっくりさんしようと思います。こっくりさんってガチって言うの。俺のおばあちゃんとかもそれをやんなよって言ってきてた。あ、そうなんや。ガチで、そのせなんか年代の人から言われたらマジリアルさが、こっくりさんだけは死ん方がいいよみたいな、ほんまに呼び寄せるからやめときって言われた。こっくりさんって言ったら背中3回叩けって言われた。これガチ、うん、今コックリさんってみんな何回言った。めっちゃ戦んない12回ぐらい戦わされたもん今。いった。はい、ということで今日の動画は一人かくれんぼの5分48秒、うん、47秒に米津玄師さんが出演してもらったってことですよね。うん、レモンレモンが歌われてましたっていう動画です。ってことで、まあ木崎英二君が免許を取って1年、うん、あ、ほんま1年経ちましたね。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、ありがとう。お友ですけど、お友ですけど。でも英二って運転下手じゃないけど、うん、怖いよな。怖すぎる、ほんまに、うん、まあでも、まあ、うん、まあ俺が悪くないんですよ、向こうが悪いんですよ。違う、怖いな。対向車やな、右折する車に突っ込むし、どこにいます。お前それ癖なんやろ。で、それ違う、それはじゃあ突っ込むんじゃない、あっちから来てる。いや、違う対向車からこうやって曲がります、自分ここにおる、なんで突っ込むのって癖やねん。はぁ、あ、と思ってそう、まあ、エイジの助手席は空いてるんでね、皆さん、うん、よかったらレジに連絡してあげてください。あの、怪我したかったらどうぞ。今回は、心霊多めになってますけど、今週、うん、本当に入ってたんで、急遽撮らせてもらいました。まあ、今週中に、島袋の家でね、うん、こっくりさんして、まあ、あげれる時にあげるんで、よかったら見てください。ってことで、今年も終わりますが、あと1ヶ月もあるで、まだ。どうでしたか、こん
12月入ってから。でもあれやったやん、俺とエイジとウダちゃん役年やなって言っててさ、うん、ほんで今楽しいって言ってたやんこいつ、うん、ほんで一人隠れもした途端こいつユイナのことめっちゃ怒ってるね。今グッと上がって一人隠れもししゅがにゅっと落ちていきましたね。言えないですけど理由はガッと落ちたね。こういうわけのわからんことしてからおかしくなった。だからこういうことあんましたらダメなの。バカのかな。そういうことだから何起こらんくても多分ダメなんじゃない。皆さんもねこういうのは遊びでやらないように。でもこういうのダメな本当に。夜だって夜歩いたらダメ、うん、夜は歩いたらダメ。寝よ皆さんは自分の家でしないよね。ってことで来年はどうしたいですか。もう言って来年は僕セカンドバージン捨てたいですね。そうそう、来年は僕はもう言いましたね前、誰かの登録者を消すことです来年は足がもう一本入ることです僕は